あった、宝来県のひつまぶしひつまぶしとは、うなぎのかば焼きを用いた日本の料理である。名古屋飯の一つ。かば焼きにしたうなぎの実を切り分けた上で、おひつなどに入れたご飯に乗せたものを食べる側が茶碗などに取り分けて食べるのが基本的なスタイルであり、これが料理名の由来となっている。そのまま通常のうなぎ飯として食べてしまうこともできるが、 一般的にわさびや刻み海り、刻みネギなどの薬味、だしやお茶などが添えられて提供されるため、それらを食べる側の好みに合わせて取り分けたうなぎ飯にかけたり、お茶漬けにすることにより、味の変化を楽しみながら食べることができるようになっている。この料理の成り立ちについては、諸説あり、正確には分かっていない。かば焼きのうち、型崩れしていたり切れ端の部分をもったいないからと、 ご飯に乗せて客に提供したものが始まりだという説が紹介されたこともあるが、その始まりの時期が、まだうなぎの養殖が始まる前の質にばらつきがあった頃であるとされていたり、第二次世界大戦後の食糧難の時代であるとされて、いたりとはっきり特定されていない。当時の文献としては1964年に草原社より発行された、名古屋見各地図の岩登の孔に、 ひつまぶしの記述が確認できる。三重県津市の明治八年創業の店によると、うなぎの養殖が始まる前は、天然うなぎを使っており、大きさが不揃いで太いものは硬く、客に提供できるものではなく、廃棄するのももったいないということで、焼いて、細かく刻んでまかないにしたという。手早く焼くと、匂いが残るため、薬味を入れ、お茶漬けにもしたのだろうと推測している。 以上から当時は仕方なく食べるものであったという。メニューとしては、名古屋で提供されていることを聞きつけた店主によって、昭和50年頃から提供を始めており、市内の複数の店舗もひつまぶしの問い合わせから、提供を開始したという。発祥店を名乗る店としては、愛知県名古屋市厚田区の、あった、宝来県や、西木三丁目の、岩登がガールが、 ひつまぶしの成立時期を、あった、放来剣は、明治時代、イバノボルは、大正時代であったとしており、こちらも相違が見られる。ひつまぶしの成立に関して、あった、放来剣は、当時うなぎ飯を一人前ずつ、瀬戸物の丼に持って提供していたが、出前が多かったことに加え、出前餅が出前を下げに行く際に、空の丼を割って戻ってくることが頻繁にあったため、器を大きめで、 割れにくい木の器にし、かつ複数人分をその器に持って取り分けるようにしたのが始まりであるとしている。ひつまぶしは1987年に商標登録されており、2021年現在も維持されている。だが現在うなぎ料理の名、ひつまぶしは一般的な名称である。商品、駅務の出所を示す商標としての識別力は高くない。 後発的に商標の普通名称化が起きた場合、商標登録は取り消されないが、その効力が制限される。同様に、ひつまぶしの名の使用すべてを一律に、商標権の侵害とすることは認められず、個別事情によって判断されると考えられる。ひらがな5文字でのひつまぶし表記は、株式会社蓬来県の登録商標として1987年11月20日。 登録された。商標区分は、第29類と第30類である。当時の商標登録は商品のみを対象とし、駅務は対象外であった。株式会社法来県は、駅務の区分である第43類についても、ひつまぶしを出願した。だが、第43類については拒絶査定が下された。上記新決の不服を争う2008年6月9日。 確定の新血でも拒絶査定が維持された。この新血で、とされた。この結果、ひつまぶしという名称の料理の飲食店での提供については、これを商標権の侵害としないことが確定した。前日の通り、ひつまぶしの食べ方は、客の自由に任せられるが、店によって推奨される食べ方が、メニュー表や公式サイト等に掲載されていることが、多い。 あった、放来券では、以下の方法を推奨している。お筆の中のご飯を、しゃもじで十字に四等分する。分けられたご飯の一、四を茶碗によそい、普通のうなぎ飯として食べる。次の一、四をよそい、薬味のネギ、わさび、海苔などを好みに応じてかけ、混ぜて食べる。さらに次の一、四をよそい、だしや煎茶を注ぎ、お茶漬けのようにして食べる。最後の一、 4は、蒸気3つのうち最も気に入った食べ方で食べる。なお、他の店舗でも、基本的に、蒸気2から4の3つを挙げていることが多い。ひつまぶしという名の由来には、いくつかの仮説が挙げられている。ありがとうございます。